盛んな海の戦士に俺はなる。クロを倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航する。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに一年。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある。ほらよ、飯だ。すまん、いいレストランだ。この船をもらう。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。なんだ。何が起きた。ドンクリーク、本船は切られました。切られた、切られただと。そんなバカな話があるか。まさか。なんで俺たちを狙う。暇つぶし。ふざけやがって。野郎ども、奴に構うな。さっさと海上レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。おっさん、あいつら追い払ったらこれ雑用やめていいか。いいぞ、店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前のクソどもを片付けねえとな。たかがコックと侮るやつは端から下ろしてやるよ。コックは手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくるやつは怒らずこの足で仕留めてやるよ。よし、こっちは俺に任せろ。さっさと制圧しねえか。続け野郎どもは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。なめてかかって釣りが来る。
あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラインを目指す。ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。なんか言ったか小僧、遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ。これはクソジジイの宝だ、絶対に渡さねえ。だったけど惜しかったな。ただの虫けらというわけでもねえらしい。となればそれなりの準備がある。こんな毒ガス弾を使ってもな。止めねえとまずいぞ。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。そんなに早く会えるとは正直考えてなかったぜ。これでは暇つぶしにもならん。何を目指す？最強暇なんだろう。勝負しよう。バカなことがあるか。こんなに遠いはずはねえ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。悪いな、助かった。やっと
信用じゃねえか。